様ごきげんよう、アークロイヤルです。ボーカルギターのイルミことイルミナーです。ギターのイカです。ベースのマーサです。ドラムのメグです。はい、ついに3年ぶりのリリースとなります、アークロイヤルニューミニアルバムベンジェンスが、7月27日に発売決定となりました。おめでとうございます。よし。では、完成したということでみんなにコメントを聞いてみましょう。まずドラムズのめぐちゃん、どうでしたか？そうですね、皆さん4人で力を合わせて激しい音源になったんじゃないかと思われます。ぜひ聴いてほしいです。激しい音源。じゃ続いてマーサ、どうでしたか？はい、ですね、皆様が、熱くなれるような音源になっているんじゃないかと思いますので、ぜひ購入していただき、ガッツし聴いていただければと思います。いた、いか、どうでしたか？そうですね、私の感想としては、いや、そうですね、かなり皆さんをお待たせしたのではないかとは思っておりますが、やっと発表できて本当に幸せです。4曲入りミニアルバムということで、もう4曲なんてね、あっという間なんですよ。人生的に、宇宙的に考えてみてください。もう本当に4曲なんてトントントンって終わっちゃうんですよね。聞きどころをね、ちょっと言ってほしいってリーダーが言ってたんで言いますけども、全部というところですよね。あ、そうですね。うん、ほら言ってるから代弁してやりました。そういうことでね、もう皆さんのお手元にあるかと思いますので、1枚、いや2枚、3枚、4枚、5枚とたくさんですね、親戚一同に配っちゃってください。そしてどんどんアークロイヤルの良さを知ってもらって、ライブにガンガン遊びに来てください。よろしくお願いいたします。私がイカでした。ライブで私たちだけでなく皆様と、作ってきたこの4曲ついに音源として形となります。ぜひ聴いてください。以上、アークロイヤルでした。ごきげんよう。せーの。